山本周五郎作「虚空遍歴」その第68回「7-2」続きから。昼夜はこみ上げてくる咳をこらえながら、旗子鎮、薬霊、女中たち、門人の友と一緒に泊まりがけで治療した医者などということを取り留めもなく考えていた。咳は高熱が下がった後で出始め、体力が回復するにつれて、特に夕方から夜半ごろ激しくなり、彼はしばしば油汗の出るほど悩まされた。おかしなことだが、咳の発作のあるうちだけ、昼夜は自分がそこに生きていることを実感した。宿寮や女中たち、自分の病気や医者や薬霊などという、絶えず頭から離れない雑多な事柄は、すべて自分とは無関係な、縁もゆかりもない問題のようにしか思えなかった。俺は違う人間になったようだ。と昼夜は一人になった時つぶやいた。見るもの聞くものが前のようではなく、みんな珍しく新しく感じられる。まるで俺自身の中からこれまで知らなかったもう一人の俺が生まれ出たようだ。病気のせいでこんなことを考えるのか。と昼夜は思った。小さい頃から病気をした覚えなどはない。深川で乱暴をされた後、幾日か寝たが、病気にはならなかった。体が単に不調だという記憶さえないのに、今では絶えずそれが気になるし、時を切って起こる咳の苦しさが嫌というほど自分の肉体的な存在を思い知らせてくれる。こんなことは生まれてから初めての経験であって、そのために、その肉体的な初めての経験のために、見たり聞いたりするもの、考え方までが変わったのにそういないと彼は思った。ある夜、目が覚めると雨が降っていて、その音を聞いているうちに突然蚊帳の中に寝ていることが恐ろしくなり、すぐ咳の発作に襲われて跳ね起きた。誰かにこの咳を聞かれてはならない。こんなざまを見られてはならないと思いながら、掛け屋具を抱きしめ、それに顔を押し付けて咳と戦った。この間にも、どこかの座敷で三味線の音がしていい、この宿では珍しいことではないから、別に気に留めはしなかったのであるが、咳が少し静まったとき、三味線につれて女の歌う声が聞こえてきた。人を待つ。身には悔しき秋の雨、白杖者の辻浦か、通う千鳥もこぬこぬと、えへおかしゃんせ時の鐘。昼夜は両手で耳を塞いだ。それは時の鐘という彼の羽歌であった。よしてくれ。昼夜は目をつむってうめいた。頼むから、俺の歌だけはよしてくれ。今、頼んできました。もう大丈夫です。と誰かが言った。耳の近くで。確かにそれは女の声であった。そうだ。誰かそばにいてそう言った。昼夜は目を開いてみた。蚊帳の外に暗くしたあんどんがあり、その古びた八畳の座敷はしんとして人のいる気配もなかった。彼は座り直して枕元にある土瓶を取り、湯飲みへ煎じ薬をついで飲んだ。むせるとまた咳が始まるので、少量ずつ注意深くすするように飲んだ。あの時確かに誰かがいた。と昼夜は口の中で言った。熱に浮かされてすっかりわけがわからなくなっていた時だ。それでも誰か女がついていて、いや勘違いじゃねえ。お時でもお春でもねえ女だ。俺は夢中でいながら他の座敷で俺の古い羽歌を歌っているのを聞き、やめてくれと怒鳴った。俺が怒鳴ったことも確かだ。彼は土瓶の脇にある霊を取って振った。それは小さな鈴だが、よく澄んだ高い音を出した。すぐに返事が聞こえ、ちょっと間を置いて、前掛けで手を拭きながらお時が来た。お呼びですか？へいってくれ。昼夜は、礼を持ったままで言った。ちょっと聞きてえことがあるんだ。お時は座敷へ入り、後ろのからかみを締めてこっちへ来た。ずんぐりした小柄な肩太りの体から酒が濁った。彼女はあんどんの油を見てから、蚊帳の近くへ寄って座った。昼夜は盆の上へ霊を戻しながら問いかけた。お時は否定した。昼夜は蚊帳から出てあんどんの覆いを取り、座敷を明るくした。いいえ。知りませんよ。お時はまぶしそうな表情でかぶりを振った。そんな女の人なんて見たこともありません。きっとあなたがうなされたんでしょう。昼夜は細めた目でお時の顔をじっと見つめていた。だって本当なんですもの。お時は目をそらした。もしかおはるさんからでも聞いたのなら信用しない方がようござんすよ。あの人は普段から口が軽いし、頭の中には嘘と本当のことがごっちゃに詰まってて、自分でもどれが本当か嘘か分別がつかないんですから、本当にそうなんですから。そう言いながら、お時は目をそらしたままであった。どういう女だ？と昼夜が聞いた。このうちのものではねえんだろう。今どこにいる？あなたもくどい方ね。私が今どこにいるんだ？と昼夜はお時を遮って畳みかけた。俺はただそれだけ聞けばいいんだ。聞いてどうこうしようと言うんじゃねえ。その女が今どこにいるのか、それさえ分かればいいんだ。お時は急に立ち上がった。袖をつかまれて、つかまれた袖を振り離すような動作であった。あなたは病気でうなされたんです。とお時は言った。私の言うことが信用できないんなら、おはるさんのでたらめ話でも聞いたらいいでしょう。あの人ならあなたの思うように何でも作り話をしてくれるでしょうからね。嘘でもそれで気が済むんならそうなさるがいいでしょう。そしてお時は出て行った。蚊が集まってくるのも気づかず、昼夜は呆然と座っていた。山本周五郎作「国風遍歴」その第68回7の2途中まで2021年4月20日。